ちのネズミは今ブロッコリーと卵、卵白を食べています。これが今日のネズミの朝ごはんです。ネズミ言われのやかたびちゃん、ハムハムやもんな、ほんまはネズミやのって。なんかね、ブロッコリーと卵をね、定期的にあげているとだいぶ元気になってくれます。あとはまあナッツとか普通にペレットとかもまんべんなく与えていますが、この白身とねブロッコリーだけはね飽きることなく食べてくれていますよ、うん。まあ、人間も動物も結構老いてきたらねタンパク質が不足してしまいがちになるので、まあ、卵の卵白にはタンパク質が多く含まれているし、まあ、ブロッコリー自体にもタンパク質ね、野菜の中では豊富な方なんです。あとはまあいろんな野菜、生野菜をあげるとポリフェノールとかが代表的なんですけど、抗酸化物質がね多く含まれています。生野菜には酵素も含まれてるし、これの何がいいかというと老化防止になります。まあ体って古くなっていけばなるほど錆びていくような感じになるんですけどね、まあ、その錆を減らしてくれるというか老廃物をねなくしてくれるという働きがあります。うん、体の酸化ってのがね良くないから。毛もね、この毛ふさふさ綺麗じゃないですか。毛の主成分はタンパク質なので、まあ、タンパク質も多く与えると毛並みも良くなるんじゃないかなと思いますよ。うん、あとはまあ水は毎日変えるっていうのは基本で、水分多めのご飯を与えてあげるとですね、トイレ砂がね結構消費されるので、これもこまめに継ぎ足してあげるといいと思います。なたぴっちゃん、ということでね、最近は急激に冷え込んできました。もうなんか夜とかね14度とかなんですよ、この関西地方でも。だからもう暖房は僕は24時間つけています。大体ね23度の暖房をつけているとまああったかいです。基本的に23度の暖房でも23度以上になりますからね。まあエアコンってなかなか制御難しいですよね。ということでハムスターが長生きするためには空調管理もね大事になってきますから、この時期人間も動物も体調崩しやすいと思います。皆さんも気をつけてくださいね。じゃあということでですね、最近のタピちゃんでした。じゃあ次の動画で会いましょう。もぐもぐ。じゃあね、バイバイ。